リンゴルフアレンジマッチプレー対決ー。こんにちは、ジョーです。はい、今回私が MC となりまして、これから登場する2人の選手が賞金をかけて真剣に9ホール対決するので、ぜひ最後までご視聴、それから両選手の応援をお願いします。それではお願いします。はい、新宮ほのみ選手と宮崎千恵選手です。よろしくお願いします。お願いします。これから2人には特別ルールで9ホールマッチプレー対決をしていただきます。なお勝者には5万円の賞金が与えられます。敗者は0円です。今回賞金を提供してくださるのはノンケミカル UV のマーメイド&ガイズ様です。ご提供ありがとうございます。対決ルールを読み上げたいと思います。9ホールマッチプレー、勝ちホールのスコアによってポイントゲット、ボギー以上が0ポイント、パー1ポイント、バーディー2ポイント、イーグル5ポイント、アルバトロスとホールインワンは10ポイント、最終ホールのポイントはダブルアップ、9ホールの合計ポイントで勝敗を決定します。 OK パッドありで、お先にはなしで。それではお二人よろしいでしょうか。はい、勝ったら5万円、負けたら0円。新宮ほのみ選手対宮崎千恵選手、リンゴルフアレンジマッチプレー対決、よろしくお願いします。お願いします。今回の会場は千葉県にあるグレンオークスカントリークラブで、インコースの9ホールを使用します。よろしくお願いします。お願いします。ちえちゃんと実際回るのめっちゃ久しぶりなんですけど、午前中回ってやっぱショットが安定してたので、私も9ホール集中して負けないように頑張ります。連勝を目指して、はい、はい、頑張ってください。はい、頑張ります。はい、ほのちゃんはなんか結構ショートゲーム練習してるって言ってるだけあって、本当に前半ショートゲームうまかったんで、私はドライバーとか頑張ってバーディーでたくさんポイント稼げるように頑張ります。勝ちを目指してください。目指します。はい。10番パー4 411ヤードです。ちえちゃんからお願いします。お願いします。賞金かかってますので、ね、お願いします。お願いします。ちょっとラッキーでした。これ何？ユーティリティ。ユーティリティ。いいですね。止まる。あ、ちょうどいい。ナイス。ナイスオン。賞金女王ですか？いや、まだ1ホール目ですから。まあね、この間撮ってる余裕が多分あると思います。余裕感じるもん。こっち緊張してるのにさ。緊張絶対あると思うよ。ないですから、この間の撮れてる余裕が。
ナイス。パパ、はい、あれミスったら1点入るの？いや、あれはミスんない。あんま入りますよね、さすがに。じゃあ外したらしばらく黙るよね。優しいね。私は1回打たせるけど、まず精神を、精神を削ってみる。さえちゃんだったら打たせてる。違うもん。前半とは別人の。なんか余裕でしたもんね。前半とは別人ですね。賞金がかかるとなるとスイングが全然違います。全然違います。ギリギリまで攻めましたね。ちょっと左に行っちゃった。7番です。124ヤードで8番アイアンです。24歳21歳24。私1個上だと思ってた。それは若い。ボンちゃんが敬語使ってたから。この先先輩なんですね。橋を渡ります。先輩なんですよ。カートから手足を出さ。今年25ですか？24になった。3月生まれ。じゃあ25の年ですよ。そうそうそう。グリーン奥の AC チューナです。いや待って、いいよ。カートをお勧めください。あ、そんなに遠かった。待って、
定です。ありがとう。これはダメですね。ダメだ。手止まった？切った。手止まって。止まっちゃいました。あのね、止まってる。よいしょ。なんか違うさっきと。違いますね。前半気がする。前半と全然違います。完璧じゃん。ナイス。これもいい。ナイショー。よきよき。残り105ヤードでピッチングエッジです。よかったです。いや、ナイス。何がやばいのか、ちょっと分かんなかったです。左です。あ、そういうことです。ナイス。なんかあれですね。何ですか。結構実力が拮抗してるような。確かに今バーディーパットが結構同じ距離に残ってて、ちょっとどっちが早くバーディー取るかみたいなところでこう勝敗がそこで左右されそうだなって感じがする。大事ですよ、ここ先に取った方が結構有利なのかなと思います。OK です。思ったより消えましたね。はい。なんか今、うん、別にはなんかちーちゃん間違えたよ。思って言って。ちょっとね、パターが鍵ですね。結構ね、距離は二人とも多分あまり変わらない感じがするんですけど。あともうどっちが早くバーディーパット入れるか。パーだともう分け。ずっと分けが続く感じがします。